ね、こっち来て翼は、はい、もう誰が誰だか。ねえねえ、これは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 チェンジャン、チェンジャン、こっち、それで入ります。いいですか、あの僕の後についてきてください。はい、で僕の名前はですね、井上慎太と言います。慎太君でも慎太さんでもいいので呼んでください。で、ね、ちなみに今日はあのこの泉区のこの周辺に約70頭の不思議な動物が生息してます。それを今から一匹ずつ、実は秘密の誰も知らない動物もいますので、このツアーに参加した人だけしか見れない。じゃあ行きましょうか。いいですか。はい。はい。あ、いいですね。いい声。じゃあみんな大きな声ではーいって言ってください。いいですか。はーい。まずまずここ、ここから見える動物。あ、こっちちょっと降りようか。あっち大丈夫かな。はい、降りてください。じゃあじゃあじゃあ。はい、ストップ。はい、ここから見える動物いますか。はい、はい、じゃあ、はい、このライト、あ、あの人で見えなくなってしまったな。はい、さあ、聞こえる？あ、聞こえました。ね、はい、ライオンさんです。ライオンさんが今ね、お客さんがいてますので、はい、ライオンです。ライオンがね、まずね、狙ってると、何かを、あれ、なんか見える？あれ、あれ何やろ？鹿。あ、ちょっと惜しいな。鹿じゃなくて、そう、ピンポン、トナカイです。さあいますね。はい、じゃあ今からゆっくり回ってきます。僕の声聞こえますか。はい、大丈夫。はい、はい、まず危険な川を渡りましょう。はい、渡りました。はい、渡りました。じゃあこちらついてきてください。はい、じゃあね、トナカイもいますね。トナカイ、はい、ニワトリ。ニワトリじゃない。フラミンゴじゃない。ダチョウ。はい、なんて？ダチョウ。あ、違うわ。ダチョウ。白鳥。ピンポンです。白鳥。みんなよ、結構動物よく知ってるな。じゃあ動物あったクイズしようか。やっぱり白鳥だ。はい、こちら来てください。はい、湖の方に。これなんや。これはヌー。ヌー。あ、惜しいな。水見てる？イエス。イエス。水牛です。水牛。乳牛？乳牛ではない。あの、水牛です。で、こちらが、フラミンゴ。フラミンゴと水牛の、なんか、この2頭がね、ちょっといい感じじゃないですか。はい、で、実はですね、ここから秘密の、この水牛の向こうに何かいますか。え、見える？え、リス？じゃん。なんだあれ。そう、カラスです。カラスがね、あそこは何かを狙ってるというので、なかなかあそこにつけることは難しかったんですが、泉区役所の皆さんのおかげであそこにつけることができました。はい、じゃあね、ちょっとこっち移動しましょうか。ゾウさんの方に行くか。はい、じゃあここはね、水辺にですね、たくさんの動物が、集まってるエリアに近づいてきましたね。はい、
ってゾウさんの前行って行こうか。皆さん足元気をつけてくださいね。あ、その前に何か言ってたね。これ何やったっけ。え、犬。え、犬じゃない。キツネじゃねえ。タヌキ。タヌキじゃねえ。ヘレット。そうよ。え？ヒョウ。あ！ヒョウ。あ、ヒョウ。聞きました？ヒョウ。イエス。もう皆さんちょっと見えにくいかもしれませんが、ヒョウがここにおります。じゃあちょっと、はい、ゾウさんのところ行きましょうか。はい。ゾウさん、ゾウさん触ってもいいですよ。冷たいですよ。はい、冷たいゾウさんです。はい、ゾロゾロしますね、ゾウさん。あ、いいね。その感じがいいな。うん、冷たいゾウさん。実はね、これは小ゾウです。実は本当のゾウは、持ってきたかったんです。その間に乗らなかったということが本当はね、ママ。3メートル、2メートル50センチかな。アフリカゾウであったりとか、そういうのは大きいです。で、今日は小ゾウを持ってきました。はい。じゃあね、今から最大の見せ場。あの辺に何か見えますか？見える駅行ったらまだ猿え、なんで猿見える人これ見えたらね、もう見えるよ視力 6.0 やね。こっちは見たくないよ。はい、人通るよ。見えるよ。お茶よ。こっちだよ。あれじゃあ皆さんこっちのエリアに行きましょうか。